します。相原参考人はいありがとうございます連合事務局長の相原と申します本日はこのような機会をお与えいただきました誠にありがとうございますどうぞよろしくお願い申し上げますまず私は中央教育審議会この働き方改革特別部会に委員として参画をさせていただきましたまさにこれ17年の7月から19年の1月までという大変長期にわたる 回数も重ねた部会となりました多くの意見を各委員が積極的に発言されたことも併せてご報告申し上げたいとこのように思います働き方改革とりわけ学校現場を変えていくためには一つとして教員の業務を削減していくことそして教職員定数の改善を図っていくこと給得法の見直しを進めていくことまあ、これが 対策の三つの柱であろうとこのように思い長時間労働を着実に是正するための具体策を導き出す必要があるとまあこのように申し上げてきたところですその中でもとりわけ給特法につきましては特別部下の第一回目から 私の方より教員の時間意識を希薄化させている土台にこの給特法があるのであればもちろん見直しの対象にすべきではないかということを申し上げてきたところです給特法は教職員が働く上での、まあ、もちろん納得性の低さやディーセントワークの障害となっておりその上で教職員の努力が報われるようにしなければ、まあ、子どもたちの学びの質にも影響するのではないかという懸念を申し上げてきたこと,ところです 併せて本来のあるべき姿とすれば給特法を抜本的に見直すことで教員にも労働基準法37条を適用し時間外労働にはマリア賃金を支払うべきであるということを申し上げてきたところです。 えつまり教員の皆さんが学,学校公務に従事している時間を勤務時間として認めた上で、時間外労働にはその対価として割増賃金を支払うということを原則であるのではないかと、このように申し上げてきたところです。給特と法の抜本的な見直しに向けた論議が必要であることを、まあ、本部会を通じて指摘してきたことをご報告したいと思います。 なお、特別部会におきましては文部科学省から、まあ、現在の教員の残業時間小学校の教員では年,年,間にして年換算にして平均で約708時間中学校の教員としては年換算で平均して約972時間これ2016年の調査結果をもととしておりますが ということを元にして労基法三十七条を仮に適用した場合の残業代の試算結果をその部会の中でも文科省よりご報告されております。その結果、国と地方で合わせて約九千億円の財源が必要になるとの結果も示されたところです。教員が長時間労働の毎日を送っていることが明らかになったと同時に現状におきましては大変残念ながらというふうに言わざるを得ませんが。 教特法のあり方その,ものにそのものについての審議には一定の制約があるということもこれも明らかになったというふうに言わざるを得ないとこのように考えております。2019年1月に特別部会としてまとめた答申案では、給得法は教育公員失礼給得法は教育公務員特例法、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め必要に応じて検討を重ねることも必要であるさらには文部科学省としては各地での取り組みを進展を把握すべく今回の論議のスタートとなった 教員勤務実態調査と比較できる形で3年後をめどに勤務実態の調査を行うべきであるとして、給特法の抜本的な見直しの具体的な着手には今回は至ることはできませんでした。文部科学省においては3年後の勤務実態調査を確実に実施し、その結果に基づいて改めて給付法の在り方について検討を進めていただきたいと、このように考えているところであります。 なお、参議院で審議されております。今回の給特法改正案には、一つ、勤務時間の上限に関するガイドラインを指針として位置づけ、法的根拠を持たせること。そして、二つ目に、一年単位の変形労働時間制の導入を可能とすること。の二点が盛り込まれております。大きくこの二点について、私ども連合の考え方を申し述べたいと思います。まず、勤務時間の上限ガイドラインに対する指針化につきましては。 特別部会におきましても、時間外労働を規制するために法的な根拠を持たせ、そして実効性を確保することが重要であるということを主張してきたことから、基本的には賛同いたしたいと、このように思います。併せて、しかし、文部科学省の調査、これ2018年ですが、それによりますと、約4割の学校でしか客観的な勤務時間管理が現在行われておりません。その点を含めまして、まずは一つとして、すべての学校において、 ICT やタイムカードにより教員が公務に従事している時間を在校等時間として客観的に把握することが重要です。2つ目として今回指針となります時間外勤務時間の上限に関するガイドラインで定めます時間外労働の条件いわ,ゆるいわゆる原則月45年間360時間ということになりますがこの実効性を確保することこれが大変重要となります。 将来的には、すべての業務を正規の勤務時間、まあ、いわゆる7時間45分以内に終えられるよう、業務削減を進めるとともに、管理職によります勤務時間管理を徹底することが重要でありますし、さらには3年後に行われます文科省の勤務実態調査におきまして、勤務の実態を把握し、その結果に基づきまして、給特法の抜本見直しを検討することが肝要かと、このように存じます。 併せて給得法を抜本的に見直すことで在庫等時間等を労働基準法の労働時間として把握しさらには時間外労働には三十七条に基づく割増審議を支払うことこの五点をお願いしたいとこのように思います続きまして一年単位の変形労働時間について申し上げたいと思います一年変形労働時間につきましては 中学校の約6割小学校の約3割の教員が月80時間以上の時間外労働を行っている現状のままでは繁忙期の時間外労働の時間を閑散期とされる 各休業などの長期休業中に休日のまとめ取りとして割り振ることは相当程度困難ではないかとこのように考えるところであります特別部下におきましても学校現場の実態を鑑み日常的に教員の健康と安全を確保するために1年単位の変形労働時間制が最適な回なのか精密に精緻に 検証すべきであるということを指摘したところであります教員が年間を通じて多忙な状況のままでは期待される効果が曖昧となりますしこの制度が導入されたとしても時間外労働そのものを減らすことにはなりませんしたがいまして現状の働き方のままでは一年単位の変形労働時間制の導入は相当程度困難ということを改めてここでも申し訳なくてはならないとこのように思います 休日の増加と日常的な長時間労働の是正につながるものであることこれらを目的に休日のまとめ取りに限った1年変形労働時間制であることが十分確認された上で 以下の7つの条件が満たたされた場合にののみ、まあくまでででも限定的にに導入すすべきではないかととここように考えるところです7つの条件につきましては次のとおりです。1つとしてすべての学校で在校等時間を把握すること、2つ目として労使協議により精密に検証するよう地方自治体に徹底すること、そして文科省が夏季休業中の実態調査を行うこと、そして繁忙期の換算期を明確にすること。 在校等時間を際限なく延長しないこと教員の個々の状況を踏まえて特別な配慮を行うこと。 管理職が勤務時間管理を徹底することなどであります民間企業におきましても一年単位の変形労働時間制を導入する際には、まあ、高度な勤務時間管理のスキルが求められるところです、まあ、タイムカードによります客観的な時間管理が4割の学校でしか行われていないことなどを考えますと導入するにはいくつもの非常に高いハードルがあるということを認識いただきたいとこのように考えます相原さん参考に大変恐縮ですがまたもいただけたらと思います、はいはい、じゃあ最後に一点だけ、えー と衆議院の二位決議の9つ目のところだけ触れて終わりますがまあ、3年後をめどに教育の実態調査を行った上で、えー、結果に基づき所要の措置を講じるとなりますまあ、政府には3年後の調査を踏まえて旧特報の抜本的な見直しを図るまあ、制度設計を求めておきたいとこのように思います時間延長しました大変恐縮です ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。質疑のある方は順次ご発言願います。佐藤圭さん。